ある。私に宿る進撃の巨人にも。かねてより進撃の巨人の継承者は何者にも従うことがなかった。私にはその理由がわかる。全ては王の独善に抗うため。さ、この時のために皆がこの記憶に導かれた。進撃の巨人は未来の継承者の記憶をも覗き見ることができる。つまり未来を知ることが可能なのだ。未来だと？どういうことだエレン。進撃の巨人の特性、そんな話を。あなたがそれをご存じないことも知っている。伏線のちぎりで始祖の力を完全に扱えないのは王家といえどあなたも同じ。私はここで始祖を喰らい、王家の血をここで絶やす。そういう未来だと決まっている。全てを見せてくれないんだ。壁が壊されること、壊される日を、カルラの安否を。本当にこれしか道はなかったのか。そこにいるんだろう、ジーク。